シトンタ体は元年うるう4月4日は、東神の僧。閣議仏教の代表的人物。字は、道林。郷橋県。本生は、関市。陳竜氷春義県の出身。その代からの仏教徒であり、幼い頃にすでに、精神末の下北の動乱を避け、江南に移り住んでいたが、25歳で出家した。道行般若行などの教理研究に先進した。 また、老僧思想や精断にも精通しており、創始、商用遊編に注釈を加え、独自の見解を述べている。その後、クレ軍クレ県の市山寺に入ったが、王義氏の要請によって、会計軍参院県の霊火寺に移った。以後も、各地で仏典の降雪を行い、弟子百人余りを引いていた。相手への招きにより、 との健康に出て、東安寺で、道行般若行を講ずるなどした。大義師や孫博氏、巨淳、シャーン、流海らの闘身一流の文虎と交友した。大和元年竜四月、海警軍、県岩木山の住みか三寺にて病死した。彼の著作としては、即色遊び言論、政府ベンチ論、道行き胸機、学童会、釈毛論、キレ、サトル賞、 弁三条論等を残したと南朝張りのエコーの構想伝では伝えている。また彼の文集として文館集十巻があったという。ありがとうございます。